家西宗のすき家のうち新陽宗の新にあたる部屋ですね、この部屋はですね遠山源一のお母さん遠山美さんが居室に使っていた部屋、ここで文机を出して書き物をされる、あるいは布団を敷いてお休みになっていくというそういう部屋です。この部屋の特色なんですけれども床の間が2畳分の非常に深い床の間になっております。またですね襖が菊の衣装になっている、その上に切り材に踊り切りをすかせたあのこのラマがついております。このように菊と切りを分割して入れているんですけれども合わせて菊切り模様になるというそういうデザイン性がこう込められております。またですね明かりが非常に洒落ておりましてぼんぼりのデザインになっております。やはりお母さんの部屋なんでこういう女性的なデザインがこう入っております。そしてその上の天井をご覧ください。ここの天井はですね仕様書では極上の薩摩杉と呼ばれていて、いわゆる薬杉に近い材です。これは大阪の名木屋さんでですね一番高い材であったと、これをですね三菱の岩崎が買うのを諦めたという値段がついていたんですけれどそれをこう2つ返事で買い取ってきてお母さんの部屋の天井にこうはめたというそういう逸話がこう残っております。ここでですね苦労を重ねた遠山源一のお母さんがですね晩年を過ごされたというそういうお部屋です。